ました。ワンキャリー企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組です。今回はこのような流れで番組を進行いたします。まず一つ目、会社説明、そして5クエスチョンズ、最後に就活生が本当に知りたいあの質問です。さあ、というわけで今回の企業をご紹介です。リグリッドパートナーズから高尾さん、袴田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ビシッとスーツ姿でいらっしゃっていただきましたが、まずは自己紹介をお願いしましょうか。高尾さんからお願いします。はい、ありがとうございます。では改めてですね、株式会社リグリッドパートナーズの今新卒採用の責任者をさせていただいている高尾光と申します。本日よろしくお願いします。まあ、少しキャリアの話もできればなと思うんですが、もともと新卒ではですね、全く違う大手の事業会社に入社していまして、その後転職経験して大手のいわゆる日系のコンサルティングファームに入りました。でさらにそこでコンサルタントとして経験積んでから、今リグリッドパートナーズの新卒採用担当といるっていうふうに流れますので、改めて大手の事業会社、大手コンサル、今弊社のようなベンチャーのコンサルというふうにキャリア組んでると認識していただければと思います。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてお隣で袴田さん、お願いします。はい、同じく株式会社リグリッドパートナーズマネージングダイレクターの袴田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私はですね、キャリアとしては日系の大手 IT コンサルティングファームを経てですね、2019年の4月から当社に参画をしてございます。後ほど会社紹介させていただきますけれども、会社ができてですね、2期目の終わりぐらいから入っておりまして、本当にこうスタートアップの時代からですね、いろんな経験をしてきたというところで、今日はですね、そんなストーリーも含めていろいろとご紹介できればというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは本題に入っていきましょうか。まずは会社説明です。高尾さんからお願いします。はい、ありがとうございます。では改めてですね、6分ほど弊社の説明させていただければと思うんですが、まず弊社株式会社リグリッドパートナーズという会社です。で所在地はですね、実は東京と大阪2カ所にございます。そして設立が2017年8月というところで、まだ8期目の企業かつ社員数も400名ほどの組織ですので、いわゆるまだまだベンチャーの小さいコンサルティングファームかなというふうに思います。なのでおそらく今画面で見ていただいている方も弊社のこと知らなかったっていう方が多いのかなって思ってるんですが、実は弊社ですね、今コンサルティング業界っていうマーケットからは意外と注目されていて、なぜかというとですね、今アジア太平洋地域内の急成長を遂げている企業ランキングで、経営のコンサルティングの部門だと2年連続日本1位の成長率を誇っています。それに付随してですが、働きがいのある会社にも5年連続でノミネートさせていただいたり、これは非常に採用担当として嬉しいんですが、今出演させていただいているワンキャリア様の就活口コミアワードの2024においてもゴールドの最高賞を受賞させていただいております。なので改めてコンサルティング業界というマーケットだったり、就活生の間では話題になっている企業かなというふうに思っております。そして改めて本日初めて聞く方多いかなと思うので、皆さんは今日ここだけでもいいので当社のことを知っていただきたいなと思ってます。我々スローガンとしてですね、個の能力を徹底的に磨けというものを掲げています。会社として目指しているのは CXO ファームになることです。 CXO 初めて聞く方多いかなと思うんですが、チーフホニャララオフィサーの役で X 領域の最高責任者のことを CXO というふうに言います。なので当社は改めて X 領域の最高責任者を名乗れるような優秀な人材を弊社から、もしくはご支援しているお客様から1000名輩出していく、これをビジョンとして掲げています。なので多くの今世の中にコンサルティングファームってありますが、我々このコンサルファームの大勢の中の一つになりたいっていうわけではなくて、本気で人材輩出企業を目指してるんだなというところで、今日皆さんはリグリッドパートナーズのことを知っていただきたいなと思っております。では具体的にどのように CXO ファームを実現しようとしているのかというと、大きく3つのステージがあるかなと思ってます。まずもちろんですね、一番コアとなるのはコンサルティングの事業というところで、戦略から IT まで一気通貫したご支援する総合系のコンサルティングファームです。かつご支援している企業のレイヤーに関してはですね、大手エンタープライズの企業様、そこに対してプライム案件、一時受けといわれる難易度の高いコンサルティングというのをお客様に提供しています。ただそれだけやっていてもなかなか CXO なんて排出できません。なのでセカンドステージとしては事業運営ですね、自社ファームの経営に参画していくっていうことを通じて、自分自身で事業をドライブできるような人材を育成する、
さらにその先にはマーケットで一人でピンで立ってもビジネスを回していけるような人材を作っていく。改めてここまでやって皆さん自身が本当にやりたいことを見つけると、それを見つけて弊社リグリッドパートナーズで実現できるんであれば当社でやっていただきたいなと思いますし、もしそれが難しいんであればその人の背中を押してあげるっていうのが本当の意味での CXO ファームかなと我々は考えています。今コンサルティング業界どんどん売り上げも伸びているっていうふうにもなってますが、多くの会社がだんだんと恒常化してきてるなっていうふうに我々考えてるんですね。というのも自分自身で確かにプロジェクト回すことができても、いざ0から1っていうところのプロジェクトを創出する仕事を作るっていう機会はなかなか得られないというのがコンサルティング業界になっております。なので当社に関しては改めて自分自身で品質を作るというところで、ワンプール制といわれるさまざまな業界業種のお客様と仕事をしていく中で、さらにランク問わず、要は新卒1年目からも提案活動等をやっています。さらにその先に自分自身で事業を創造していくというところで CXO ファームを実現しようと考えております。その一連の制度ですね、弊社にはコンサルティングプラスワンという制度があります。これはもちろんコンサルタントとして働いていただきながらも、もう一方で自社ファームの経営に参画していく、例えば今私がやっているような採用活動、実際に1年目の新卒からも面接面談として現場に出ていったりもしていたります。その中でコンサルタントとして成長しながら、しっかり事業会社としての働き方、自分で事業をドライブできるような人材を作っていくっていうのを我々は掲げています。はい、本日ですね、なかなか短い時間なので当社の全てを話すのは難しいです。ただ一つ確実に言えることは、我々の事業、制度、環境、全ては皆さんの個の能力を磨くために存在しています。なので改めてさらにですね、当社のことを知りたいなというふうに思ってくださる方は単独のセミナーと来ていただければと思います。ではこちら最後になりますが、なぜ我々が今 CXO ファームを目指すのかというと、日本が今どんどん GDP が低迷してきているっていうのは皆さん周知の事実だと思います。ただその中で我々は優秀な人材をマーケットに輩出していくことで、より日本の経済活性化するだったり、日本の国力を上げていくっていうことを掲げている企業です。なので改めてこういった理念にも共感していただける方はですね、我々就活を変革するっていう大きなタイトルを掲げて様々なイベントを作っています。ぜひそちらのイベントに参加していただいて、当社のこともっと知っていただいて、本選考だったりインターンシップにエントリーしていただければなと思います。では私からの会社説明、こちらで終了させていただきます。ありがとうございます。さあ、ここからはさらにいろいろと聞いていきましょう。改めて今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。さあ、質問5つご用意しました。お時間許す限り聞いていきたいと思います。では早速1つ目の質問、こちらです。コンサル業界における特徴、そして強みを教えてください。はい、こちらいかがでしょうか。もういきなりこれにお答えしていけばよろしいですか。はい、ドカンとお答えください。はい、私どもですね、いわゆるこう DX デジタルトランスフォーメーションという切り口でコンサルティング事業を最初立ち上げております。はい、で先ほど会社紹介もあった通り2018年に創業しているんですが、ちょうどですね、経産省から DX のレポート2025年の崖というのが発表されたのが18年でして、ちょうどこう時流に乗ったっていうのがあるんですよね。はい、つまりこう DX という需要がすごく大きくなってきたタイミングで起業をしておりまして、そこからですね、いくつかのこうすごくこう懇意にしていただけているお客様とのですね、本当にこう密なプロジェクトをやっていく中で、それがさらに評判を生んでですね、違うお客様ともご縁をいただくような、そんなこう数珠つなぎのストーリーが最初あってですね、これがまず最初のですね、出発点だったというところでございます。でそんな中で、はい、じゃあ他の大手のコンサルティングファームさんと何が違うのかというところなんですが、割とですね、2000年代2010年代のコンサルティングファームさんというのは特定のソリューションソフトウェアをこう半ば担いで代理店のようにですね、お客様に提供していくっていう形態が多かったんですが、それだけではやっぱり選択肢がなかろうということで、我々一切その商材を担がない
っていうスタイルでやり始めておりまして、うん、これが一つあると、うん、あとはですね、売り物を持ってないので逆に何を強みにするかっていうと、もう本当にお客様と密にですね、うん、プロジェクトを前に進める成果を出すっていうところにすごくこだわっておりまして、はい、これがですね、最近伴走型っていうキーワードでこうサービスを提供する会社さん増えてきたんですが、はい、まあ、そのトレンドを作ったのは実は私たちが少しあるんじゃないかなというふうに思っています、うん、という中でお客様との関係性がまず一つあるというのと、はい、まあ、その中でですね、本当にこう強いコンサルタントあるいは強い事業家を作っていこうという思いを最初から掲げてですね、うん、人材を輩出していこうという考えのもとで会社を経営してきたというのがありまして、そこにこう共感していただける優秀なコンサルタントの方々にですね、いろいろとこう外部から来ていただいて、お客様とこう社内のメンバーというのがうまくこう噛み合ってですね、これまで成長が続けてこられたかなと、そんな風に思っております、うん、まあ、確かに2018年頃に DX って言われてそれが何かって答えられる人はまだちょっと少なかったような時代ですよね、きっと、はい、そんな時代からその DX に注目してやってきて、でプラスお客さんとも伴走型で、はい、そこにやっぱりこう個の力というか光る人材がどんどん増えていって今の成長につながっているということですよね。はい、おっしゃる通りでございます、うん、そのスタンスというかお客さんに向き合う姿勢っていうのは当時から今も変わってないですか？はい、そうですね、うん、我々 ISAP、イシュードリブンスコープレスアンチパラサイトの略を取って ISAP というサービススタンスを取っているんですが、はい、これは本当に創業当初から変わっていないですね。もうとにかくこう問題に向き合いましょうと、うん、ただ物を押し付けるのではなくて問題解決に向き合いましょうというところと、うん、まあ、スコープレスというのが若干分かりづらいんですが、言われたことを収めますではなくてですね、さらにその先の必要な成果を生み出すためのことをやっていきましょうということと、あとはもう安易にですね、お客様に寄生しないぞと、変なところで私どもが活躍するよりは、うん、誰もやったことがないものとかですね、より難しいものにチャレンジしていきましょうという意味でアンチパラサイトと言っているんですが、うん、はい、まあ、そんなスタンスがすごく面白いし合理的だねということでご好評いただいております、うん、ありがとうございます。高尾さん、袴田さんは今第一線のコンサルタントでありますから、はい、実際現場でも他の皆さんもそのスタンスっていうのはちゃんと浸透してますか？ここはもう間違いなく自信持って浸透してますというふうに言われるんですが、はい、まあ、我々って先ほど言ったより、まあ、今業界の中の強みっていうところで言うと、やっぱり個の能力の高さっていうのは本当にマーケットの中でもトップだなっていうふうに思ってます、うん、はい、でやっぱり今どんどんコンサルティング業界っていうところが、まあ、元々はこの知ってるコンサル会社に依頼すればいいやっていう風潮から、はい、だんだんとやっぱりそのこの人にお願いしたいっていうバイネームの風潮変わってきたんです、はい、だから実際今うちの新卒の方にバイネームでこの人と一緒に働きたいなっていう声もお客様からいただけたりもしていて、はい、この今蒲田の方からお話したところは本当に浸透してるかなと思ってます、うん、やっぱりこう、まあ、日本人特有というか何でもこう大手だったら安心なのかなとか、はい、うん、名前聞いたことあるところがいいよなみたいな風に思いがちですけれども、そうではなくて何々さんと袴田さんとお仕事がしたい、そういう風にお仕事が来るわけですよね。その件が今多くなってますね。ありがとうございます。それやっぱり企業としても個人としても嬉しいですよね。もちろんですね、はい、うん、ありがとうございます。では続いての質問参りましょうか。続いての質問こちらです。さあ、コンサルティング業務の面白さ大変さ、このあたりを聞いていきましょうか。いかがですか？まあ、すごく端的に言うとですね、はい、難しいことがやっぱり面白さであり大変さであるかなというふうに思います。まあ、そのお客様からすると自分たちのこうサービス商材を売って稼いだもの、その利益から私どもに対するこうサービスの対価をお支払いいただいているわけで、はいはい、当然ながらそこには責任が伴うと、うん、でじゃあ私どもの会社に何発注するかっていうと、自分たちだけではなかなか実行が難しいものなのでお願いしますというふうに依頼いただけるわけですよね、うん、つまりそのお客様に答えがないというお題をどうにか答えなければいけないので、まあ、当然ながら、まあ、それまで持っていた知識というのをフル活用する必要もありますし、はい、その時点で足りないんだったら、まあ、あらゆる手段を尽くして集めてくる必要もありますし、うん、もうお客様以上に考え抜く必要もありますし、まあ、あらゆることをやらなければいけないということをですね、まあ、大変だなと捉えるか、うん、いやすごくこう面白いなと捉えるか、まあ、どちらかなのかなというふうに思っていて、まあ、大変さおよび面白さ、これは両方その難しさに集約されるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、まあ、表裏一体ですよね。面白いなって思ってそれが成功したらやっぱり良かったってなるし、うん、はい、まあ、大変だったらともなるし、実際に袴田さんこう言える範囲でいいんですけど、はい、具体的にはどんな業務がいわゆる難しい、そうですね、業務でしたか？これは当社というよりは、まあ、前の会社も含めての話になりますけれども、うん、はい、30年ぐらい動いていた
大きなシステムがあってですね、はい、まあ、それをこういろいろな理由から作り変えねばならないと、その歴史に、はい、終止符を、はい、そんな中でやっぱりその30年作ってきたシステムというのは、まあ、家で例えるならば新築でこう建てただけではなくてですね、こう増築に改築を重ねてすごくこう複雑な仕様になっていたりするわけなんですよね、はい、でまあちょっと家だと分かりづらいかもしれませんけれども、うん、実はその家の端っこにですねすごく大事なものがあって、それをこう取り除くと、まあ、とんでもないたたりが起こるかもしれない、うん、はい、まあ、そういうことが仮にあるんだとするとですね、やっぱりそれをこう一つ一つつまびらかにしていきながら、じゃあそれをたたりが起こらないようにするにはどうしたらいいんだろうかっていうのをきちんとお客様とも話しながらですね、解決策を作っていくっていう必要がありまして、やっぱりただ勢いだけではなくてですね、すごくこう緻密さも要求されるというか、うん、まあ、そんなことはやはりこう数を経験してですね、時にはまあいろんな大変なこともあったかなと。なるほど、まあ、その例えがとってもお上手なので分かりやすいようで、じゃあどんな専門家がどんなふうな知識を使ってそれを解決したのかって言われたらどうなりますか、はい、その時はやはりこうシステム領域、はい、まあ、IT コンピューターに強いメンバーを中心にということではあったんですが、はい、ただ一方でですね、そのプログラムだけ見ていても、うん、なんでこの機能が必要なのかって分からないことがあるんですよね。まあ、そうするとお客様に対する理解の深さもそうですし、業界慣習であるとか、まあそういったこともこう総合的に知っていないとですね、例えばこれをなくしていいかどうかわからないということで、まあ本当にこう総合格闘技みたいな、そんなイメージですね例えばその案件ですと大体どのくらいのメンバー、まあ、数のメンバーで期間としてはどのくらい動くようなイメージですか。今申し上げてたものはですね、はい、本当に300人とかそういう延べ人数で300、はい、大所帯で 2,3 年かけてやっておりました。ただそれでも全部完了しなくてですね、その30年使ってたシステムの一部だったという、うんうん、ミニマムなものだと、まあ、数人レベルでのチームっていうこともあり得るわけですか。そうですね、例えばお客様が新しいビジネスを作りたいと、はい、いわゆる新規事業を起こしたいといった時に、うん、じゃあどういう市場を狙っていけばいいのかというですね、まあ、市場調査から、あとはそのお客様のこうビジネスとのですね、親和性なんかを勘案してどういう道筋に行けばいいのかとかですね、うん、そういう初期の調査プロジェクトなんかであれば、例えば1ヶ月2ヶ月で本当に今おっしゃっていただいたような数人で終わるというのもありますし、うん、先ほど申し上げたような大規模なシステム開発だとすごく補助がいいんだろうという、なるほど、結構振れ幅はありますね、うん、なるほど。袴田さん、歴がとても長いと思うんですけど、その経験値が上がるにつれてその面白さや大変さっていうのは変わってくるものですか。はい、変わります。あ、変わる、はい、うん、というのも特にこれご覧になっているのが学生さんだと思うので、はい、まあ、最初に入ってきた段階というと、どうしてもプロジェクトの一メンバーとしてですね、限られた部分の仕事をしていくということになるんですが、うん、だんだんその歴を重ねて、まあ、それこそランクが上がっていくとですね、お客様の例えば部長だとか、場合によっては本当に社長とか、そういうレイヤーの高い方々とですね、一緒に時間を過ごすことが多くなりますので、はい、接する話題がだんだん変わっていくんですよね。まあ、より企業経営に対して直接インパクトを与えられるような、まあ、そういう働きかけができるようにもなりますし、そういう責任が伴うっていうところがありますので、まあ、こういう言い方をするとちょっと誤解があるかもしれませんが、飽きないと思います。うん、はい、結構根が飽き性な方々とかには結構おすすめです高尾さんどうですか。やっぱりそのあたりで子が磨かれるっていう感覚もあるんですかね。いや、間違いないですね。やはりその面白さっていうところもつながってくるかなと思うんですが、私、はい、事業会社出身なので、うん、当時事業会社の時って基本的に答えがあるんですよね。というのも私が働いていく中で、これ何かわからないなってなったら、はい、何か上司に聞いて答え教えてくださいだったり、うん、本部に電話かければ答えが出てくるんですよ。うん、ただコンサルティング業務って基本答えがないので、はい、まず自分自身で思考して仮説でいいので答えを出した上で、上司だったりクライアントと壁打ちして答えを見つけ出していくっていうところに、まあ、非常に難易度が高い、大変だなと思いつつも、まあ、これが本当にビジネス社会だなっていうところで面白さを私は実感してましたね。それでやっぱり自分としても成長実感持てそうですよね。間違いないですね。やはり一つの決まったことをやるタスクじゃなくて、やっぱり自分自身で本当に仕事に変えていくみたいなイメージがあるので、本当にやりがいも成長角度も高くなるかなと思います、ね。はい、ありがとうございます。では続いての質問参りましょう。3つ目の質問です。こちら。さあ、CXO 人材、この輩出はどう実現していきますかということで、こちらいかがでしょうか。
どうですかここは最初私から、はい、ありがとうございます。ちょっと新卒目線でみたいな話でしたいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、こちらは先ほど会社説明の中で、まあ、コンサルティング業務やってるだけではなかなか CXO っていう人材は輩出できない、うん、なので事業運営にも参画していってくださいねって話をしたんですけど、はい、まあ、新卒っていう立場で何ができるかってなるとまだ知識がないと、もちろん、はい、かつ正直経験値もなかなかないだったら、はい、やっぱり量が大事だと思ってるんですね。量、はい、というのは会社はしっかり成長機会っていうのを我々必ず与えるので、うん、そこに対して主体性を持って、まあ、さらにですねコミットメントをしていく仕事の量をこなしていくっていうスタンスさえあれば、うん、当社で必ず成長を続けられるので、うん、まあ、そういったふうにしてまずは新卒っていうところは一人前になっていくっていうイメージを我々は考えてますね。なるほど、まあ、その一人前っていうのは大体皆さん、まあ、もちろん違いありますけど、はい、どのくらいで自分は一人前っていう自覚が持てるんですか、うん、ありがとうございます。そうですね、やはりまずはお客様から個人名で指名されるっていうのは、まあ、バイネームっていうのが一人前の一個の定義なのかなというふうに思ってるんですが、まあ、それで言うと当社の場合はもう数ヶ月研修した後にいきなりプロジェクトにアサインされるんです、はい、っていうことは逆にお客様からお金フィーを頂戴しているということはもう一人前にならなきゃいけないっていう状態なんですよ、はい、なのでなるかならないかとかじゃなくて絶対になってくださいっていうスタンスで必ず努力するっていうのがすごい大事かなとは私は思ってますね。袴田さんどうでしょうか、現場 その新卒、まあ、2,3 年目の若手現場で混乱したりしないですか。しますねします。それをどうフォローしていただけるんですか。まあそうですね、やれる範囲のことをまずやってみようっていうところですかね、うん、なるほど、まあ、やっぱりこう少し背伸びをしてこれくらいできるんじゃないかっていう場を用意してもらって、はい、もちろんそのフォローは袴田さん含め皆さんがしてくださるというようなイメージ、おっしゃる通りでございます、うん、まあ、ちょっと社内ではよく野球に例えて野球まず打席に立ってバットを振ろうというそんな話をするんですけれども、うん、やっぱりこう打席に立って振った時の緊張感とかをきちんと体験しないとなかなか成長ってつながっていかないんだと思うんですよね、うん、つまりこう失敗する環境をきちんと作れるかどうかというのは、まあ、会社としての役割なのかなというふうに思っていてですね、そこはすごく意識しているところでございます。しっかり振ってこいっていうふうに言っていただけるんですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。お二人は中途で入社されてますけれども、そういったこうスタンスだったりだとか会社の環境っていうのは分かった上で入社されてるんでしょうか。どういうところに惹かれて入社されたんですか。 ありがとうございます。それはまさに私はですね、うん、ここの会社に入る時の面接官が袴田さんだった。そうなんですか。覚えてますか。はい、もちろんですよ、はい、まあ、その中で、はい、本当に、うん、その代表の山木とも面接させていただく中で、この能力の高さっていうのは面接の中で本当にひしひしと伝えていただいてっていうところもそうなんですが、それ以上にやっぱこの会社のカルチャーとして企業とか看板に頼っていこうじゃなくて、高尾光とか個人の名前をブランド化していこうっていう、そういったカルチャーがあるんですね。で今まで私は大手の事業会社大手コンサルというところで働き方が本当に正直看板に頼ってたなっていうのは正直実感していて、何もあまり努力してないのにお客様からなぜか信頼を得られたりとか、何も努力してなくても仕事って勝手に降ってくるものだろうって思ってたんですけど、まあ、人生一度きりの中でそれはダメだろうと、なので今だからこそこの会社で自分の個の能力磨きたいなって思いで入社したっていうきっかけですかね、まあ、むしろそう今の話に響くような方、まあ、甘んじてもいい世界にいる中でそれでも挑戦したいという方にはマッチしている状況ですよね。もうまさにですね、特になので新卒とかの目線だと、まあ、僕もそうだったんですけど、はい、やはり最初は大手に入れば安定だっていうふうに思ってる方多いかなと思うんですけど、耳が痛い方、はい、いるんじゃないですか。でもそうじゃないとやっぱり今の時代だからこそ真の安定っていうのは、うん、やっぱり自分の能力個の能力磨くことかなっていうふうに、うん、今だからこそ思うので、今ちょっと聞いてもらってる方々も少し見に行ったらそんな行動してみてくださいありがとうございます。袴田さんはこのリグリッドパートナーズもっと、はい、2期目くらいからですかね。2期目の終わりぐらい、ね、はい、ってことはもう本当にベンチャーコンサルぐらいの時代からいらっしゃるんですけど、はいはい、なぜ決めたんですか。そうですね、先ほど CXO ファームっていう言葉だったりその人材をどう輩出するかっていう話とちょっと絡めてお話ができればと思うんですが、はい、うん、まあ、前職はですね、いわゆるこう大手のコンサルティングファームにいてマネージャー職、いわゆるこう管理職だったんですけれども、はい、うん、とあるきっかけで当社の創業メンバーの何人かと接点というか会う機会があってですね、まあ、そこでこうリグリッドパートナーズが今創業してどれぐらいの状況かというのを聞いたんですけれども、うん、1期目で売上がある程度あってきちんとこう純利益も出るレベルでですね、会社がもうきちんとしていたんですよね、うん、で一方でこう大規模というか大手の会社でプロジェクトをこう
責任持って回しているっていう、こう自分を比較した時に、うん、創業メンバーがほぼ同期というかですね、同年代なんですけれども、うん、このままだと彼らとの差がすごい開いてしまうなと、うん、つまりこう自分にとってもまだまだ伸びしろというか違うチャレンジの領域もあるという考えと、あとはその先行して彼らがすごく走っていたので彼らと一緒にちょっと頑張ってみたいなっていう思いなんかがあってですね、うん、まあ、あと一方で、はい、彼らがすごく頑張っているので、変に転職しても、まあ、死ぬことはないかなみたいなですね。ちょっとそういう打算的な思いもいろいろ勘案して参画することを決めました、はい、うん、そして今ね、今だいたい400名くらいですね。そうですね、はい、はい、どんどん仲間は増えてくるんでしょうか。そうですね、当時私が入った頃は20人ぐらいの、あら、本当にこうこじんまりした会社だったんですが、まあ、ありがたいことに400名に迫るですね、人に恵まれて、本当にこう人の質というとちょっと誤解があるかもしれませんけれども、こう木を重ねるごとにですね、これまで当社に入ってくれなかったような方々もどんどんこう門を叩いてくるようになってですね、まあ、すごい嬉しいことではありますね。なるほど、ありがとうございます。では続いての質問でそのあたりも聞いていきましょう。こちらです。さあ、では活躍して成長するためにどんな資質や覚悟が求められますか。これいかがでしょう。ありがとうございます。じゃあちょっとここは私から最初お話しできればと思うんですが、やはりコンサルティング業界にチャレンジする、コンサルタントとしてチャレンジするとなると、まあ、一定のそのロジカルシンキングだったりスキルは必要かなというふうには思うんですが、はい、それ以上に、まあ、まさに今資質や覚悟って話あるかなと思うんですけど、私必要な資質素養が2つあるかなって思ってるんですね。でやはり1個目が周りが見てないところでどれだけ努力ができるかっていう観点ですね、うん、でさらにその2つが2つ目つながってくるんですが、はい、やはり上しか見ない人っていうのがすごい大事だと思ってます、はい。まあ、というのも絶対に人間なので自分よりできない人はいるんですよ、うん、で自分より同じぐらいの人たちもいるんですけど、上を見れば必ず自分よりできる人しかうちの会社だといないので、うん、今言った2つの素養を持ち合わせている人であれば弊社で確実に成長していけるかなとは考えてます。袴田さん、今の話聞いてどうです。まあ今ほぼ答えてくれたんですけれども、はい、少し違う言葉で申し上げるのであれば、うん、当社でも大切にしている考え方でオーナーシップとコミットメントっていう、うん、そんな言葉があるんですけれども、主体性を持ってですね、最後までやり抜くっていう、それこそこうお題の覚悟ですね、うん、これを持って持ち続けられるかというのがすごく重要だと思います、はい。まあ、ある瞬間だけこうビッグマウスというか調子のいいことを言えるっていうのは結構誰でもできてしまうと思うんですが、じゃあそれを貫き通せるかっていうのはまたちょっと違う資質なんだと思うんですよね。なのでその覚悟を持って歩み続けられるかですね、もう雨が降ろうが槍が降ろうがとにかく前に向いて歩くのであるという、そんな方々であればですね、きっと、まあ、どんな環境でも成長はできるかなというふうには思うんですが、うん、そういった方であればですね、ぜひ一緒に働きたいなと、そんなふうに思いますね。例えばこうひたむきに努力できるとか上を見るとか、そういった力があれば、そもそもこういう学問をしていた方がいいよとか、はい、こういう力が、こういう知識が必要だよっていうのはむしろないということですか。あんまりないと思いますね。経験は本当にすれば良いし、インプットもすればいいと思うので、うんうん、はい、それをなんかどこかで諦めてしまったりだとか、うんうん、こうすごく低いレベルで妥協してしまうとさすがに難しいですけれども、うん、なるほど、ありがとうございます。では最後の質問参りましょう。最後の質問こちらです。ファーストキャリアで入社するメリットと魅力、ファーストキャリアではないですけれども、お二人はどういうふうに考えますか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最初私から少しなんですけど、うん、ファーストキャリアって多分、はい、本当に今見てもらってる方々思ってる10倍20倍私大事だなっていうふうに思ってるんですよ。10倍20倍、はい、っていうのもやっぱり今後の人生の基準を作っていくかなっていうふうに思っていまして、うん、まあ、というのもやっぱり20代ってまだ守るものが少ないというか、うん、30代になるにあたって絶対に守るべきものが増えてくるので、うん、その少ない間にどれだけ自分に投資できるかっていうところで考えてたり、あとはファーストキャリアで低い成長傾斜を送った後に、うん、後からやばい高くしようっていうのがなかなか難しい時代なんですね。きつそうですね、はい、私がそのタイプだったかもしれないんですけど、はいはい、で今の話を聞いていただいた上で成長傾斜高くするっていうところは、うん、コンサルティング業界の中でも弊社は本当にトップかなっていうふうに思っているので、うん、まあ、そこが我々に会社に入社するメリットなのかなとは思ってます、ね、ありがとうございます。やっぱり貪欲な思いとか覚悟必要そうだなっていうふうに聞いていて感じたんですけど、一方で正直となるとワークライフバランスは保つのは難しそうだなっていうふうに思ってしまうんですが、そのあたりも実際のところどうでしょうか。ワークライフバランスは自分で作るものであって、はい、与えられるものではないっていう考えが当社あってですね、うん、はい、例えばそうですね、
河野さんが一輪車に乗るとして、はい、周りからさせられていたらそれで一輪車に乗ってることにならないじゃないですか、はい、あ確かに、はい、そうです。自分で漕いでスピードを出すからこそバランスが取れるんだと思うんですよね、うん、なのでその仕事と、まあ、ライフといいますか、それ以外の人生というのは自ら主体的にバランスを取るものであって、うん、まあ、割と今働き方改革という文脈の中で長時間労働が悪であるとか、働きすぎるとむしろこう人を壊してしまうかもしれないとか、いろいろそういう、こう規制の方向に行ってると思うんですけれども、いかにその中でこう自分をこう高め続けられるかっていうのはすごく重要なポイントかなというふうに思っています。で、割とこう大手の会社さんだと、これ決してこれがすごく悪いというわけではないんですが、どうしてもこういろんな圧力の中でですね、長時間とかハードに働きづらいっていうのが今の世の中かなというふうに思っているんですが、まあ、当社できる限りですね、ハードに働きたい人たちはそう働いてほしいという思いがありまして、まあ、そういう、こう成長意欲の高い方のですね、なんて言うでしょう、牙を折らないみたいな、そういうところが当社のですねポイントであり、魅力に感じていただければなというふうに思います、うん、はい、少しね変わった視点からでしたけど、バランスを取ってもらうんじゃなくて自分から取りに行こうっていう姿勢が大事なんですね、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間近づいてまいりましたので、ここからは最後のコーナーに参りましょう。就活生が本当に知りたい質問です。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別にアンケートを実施しました。ピックアップした1問についてセキララにお話しいただきます。今回の質問はこちらです。将来どのようなキャリアを描いていますかということで、これから先ご自身の思いをぜひ教えてください。高尾さんから教えてもらっていいですか。 ありがとうございます、はい、そうですね、まずちょっと前提としてなんですが、私自身まだ社会においてもこの会社においてもできること少ない状態なので、まずは徹底的に自分のできることを増やしていく中で、本当に自分が心の底からだったり心血注いで何をしたいのかを見つけるっていうのがまずファーストステップかなと思ってます。で、1年間今この会社で働いていく中で、やはり自分自身がこの人事の領域っていうところにものすごくビルがあるなとは思っているので、はい、まあ、最終的には多くの選択肢を得たいと考えていて、例えばですが自分で起業するもそうだし、もしかしたら今のうちの会社の人材開発の部長のポジションを取りに行ったりとか、はいはい、様々な選択肢を得るためにまずは今自分自身の能力を磨いているっていうところが、うん、はい、キャリアを描いているところになりますね。まさしくCXO の CHRO なのか何になるのかっていうところですね、まさにですね、はいはい、袴田さんはどうですか。これはもうシンプルにお答えするとですね、はい、CIO なり CDO なり、うん、当社が掲げる CXO の一人に、うんうん、なりたいなというふうに思っておりますし、うん、まあ、会社として掲げているそのビジョンをですね達成するための第一人者といいますか、うん、そういった存在にならなければなという、まあ、そんなふうにも思っておりまして、まあ、そのためのですねいろいろな経験を今着実に積むことができているんじゃないかなというふうには考えております。はい、お二人の貴重な話ありがとうございました。さあ、お時間近づいてまいりましたので、最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、皆さんありがとうございます。では改めまして、今日リグリッドパートナーズの話聞いていただいてありがとうございます。で、先ほど話でもあった通り、就活始めるとまずはなんとなく大手の企業の勧め会行けばいいやっていう風になってしまうんですが、私この固定観点を本当に壊したいなと思って、就活を変革するっていう名前でイベントを作成しています。なのでぜひ皆さん興味がある方、弊社のイベントに来ていただいてお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、皆さんもここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。